welcome back to another blogs. How are you doing? But no English. Okay, this is early morning. I have a political speech right now. Let's do this. じゃあ、ここら辺で降りとかして。こちらは、子どもの未来を作る党の、代表の杉本修一でございます。今日も、20分ぐらい、スピーチを、してみようと、思っておりますので、よろしくお願いしたいと、思います。2015年から、政治活動を、始めていて、2015年の4月、5月まで前坂の中学校で美術の常勤講師を少しやっていました。もともとは35歳、36歳で学校の教員免許を通信教育大学で取得をして、その後何か所かの小中高で常勤講師や、非常勤講師の、仕事を、していました。子どもの未来を作る党として、未来に投資できるような、税金の無駄遣いを、徹底的に叩き潰して、公務員の数を減らして子どもの数を、増やしていくと、こういったことが、コンセプトで、あります。今は、いろんな大きな問題が日本国内にはあると思います。人口減少や、公務員だけ法律でクビにならないというのも非常に大きな問題だと思います。毎年日本の場合は50兆円ぐらいの借金をしていますので、地方と国の借金を合わせると、1100兆円ぐらいの、借金があると、言われています。人口が減っていて、国家債務が、GDP の、2.5 倍ぐらい、ありますので、今後、この借金を返すということは、不可能に、近いと思います。GDP を増やすためには、人口が増えれば、それに比例して、GDP も、増えていきますけども、毎年50万人ぐらいの、労働人口が、減っていますので、なかなか、今後大きな、経済発展というのはないと思います。経済発展がないので、当然、日本人の将来も、不安になってくると思います。ですので本来なら人口を増やすか、人口が増えないのであれば人材の育成のレベルを上げていくということだと思いますので、浜松だけでも若い人口を増やしていくか、もしくは教育に力を入れて新しい産業を起こせるような人材を育成するか、これのどちらかだと考えています。学校の現場では学校の教員の数が余っていますから、当然もっときめ細かい学校教育を実現することは十分に可能だと思います。世界のどこの国に行っても英語で活躍できるような、そういった、人材育成を目指して、教育のカリキュラムから、変えていきたいと、思っています。21世紀は、個人が、活躍をする時代だと、思います。企業の時価総額、世界トップ10は、アメリカが8社で残りの2社が、中国に、なっています。そのほとんどが一代で築いた企業でありますので、こういったグローバル人材を我々の国や町でも育成することで非常に大きな経済的な効果が見込まれると思います。
アメリカのガーファ、中国のテンセントやアリババ、こういった新しい産業が世界の富を集めて発展をしていますので、世界から人と物とお金、情報、こういったものを呼び込んで繁栄をしていくのが今のやり方だと思います。日本のやり方というのは、自国民に税金をかけて、そして公務員が楽をしていると、こういった構図だと思います。ただ、フローの部分に税金をかけていますので、当然人口が減っていれば、消費税も払う日本人は減っていますし、フローに税金をかけても思うように、税収入が上がることはないと思います。当然税金に頼らない、そういった政治の形も必要になってくると思いますし、税金の無駄遣いを徹底的に、叩き潰していかないと、我々の生活は永遠に楽にはならないと思います。大きな問題がたくさんある、国ですので、優先順位をつけて、一つずつ、解決を、していくべきだと、思います。政治家には、2種類あって、国政と地方の、2つの、政治家があります。日本は中央集権国家ですから、日本のことを決めるのは、中央の、国会議員や国家公務員が決めていますので、地方の公務員、地方の議員、ほとんど権限はありません。やれることといえば条例を作ったり変えたりすることぐらいでありますが、当然法律から逸脱することはできませんので、今の日本の国だと大きな変革というのは法律上難しいと思います。ただ21世紀は変化の激しい時代でありますから、当然公務員のように前例至上主義でやっていれば、やはりどんどん経済は衰退をしていくと思います。時代に合わせた柔軟な変化をしていくということが非常に大きなポイントになると思いますし、周りの人と同じことをやっていても大きな成功は見込めないと思います。これからの地方政治も他の町と差別化を図って日本独自の浜松独自の町づくりをしていくことで人口の底上げをしていきたい、そんなふうに思って政治活動を始めています。どうしても日本人というのは変化を嫌う民族でありますので、今の時代は何か改革をすれば必ず痛みが出てくる国だと思います。痛みのない改革は今の日本では難しいと思いますが、政治の世界もタイミングが非常に重要になってくると思っています。少しでもいい方向に行けるように地方の仕組みから改善をしていくべきだと思います。改悪ではなくて改善ができるようにしていきたいと思います。もっと早い段階で手を打っていれば痛みは小さかったと思いますけども、21世紀に入ってからますます人口は減って国家債務も非常に大きな金額になっていますし、公務員だけ法律でクビにできないという、公務員天国もあります。非常に、痛みを伴う、時代だと思います。本来ならば、傷口が小さいうちに、改革をしておけば痛みは、ほとんどなかったと思いますけども、これだけ痛みが拡大を傷口が大きくなってしまえば当然痛みも出てくると思います。
ただ、2040年ぐらいになれば、地方公共団体のうち、860ぐらいの、公共団体が消滅すると、言われていますので、せめて我々の町だけでも、そちらに回らないように今から、対策を、打っていきたいと、思います。浜松は、東京と大阪の、真ん中に位置をしていますので、起業家を目指している人たちや、子育て世代、こういった人たちにもっとアピールをして人口の底上げをしていきたいと、思います。2040年に、非常に、大きな問題がやってきますので、日本国内での人口の取り合いになるということも、想定されますので、そういった、20年後、30年後を見据えて、短期政策、長期政策、こういったもので、いい方向に、向かっていきたいと思います。0歳から4歳の人口を、増やしていくということと、子育て世代の、全面的な、バックアップ、こういったことを、実現をしていきたいと思います。そして将来の、日本を、作っていくのは、若い子どもたちでありますから、21世紀に活躍できるような、そういった、スキルを身につけていけるような、学校教育にも、変えていきたいと思います。これからは、英会話、金融の知識、時代の変化に、対応できるような能力、こういった3つの、スキルが、特にポイントになってくると思います。世界の共通語は英語になってしまっていますし、ユナイテッド・ステイツ・アラブという国がありますが、そこの第二の都市ドバイも、ほとんど英語で、まあ、第一言語が英語になっているような状態ですね。本来ならば、アラビア語なんですが、まあ、ドバイの場合は、70% か 80% が、移民なので、公用語が英語になっています。韓国の、教育、ドイツの教育も英語の教育に、非常に力を入れていて、ネイティブ並みの、英語のスキルが、身についていると、言われています。これからの、日本の教育も英語のペーパーテストができるような教育というよりは英会話で、スキル活躍ができるようなそういった能力を、目指して、教育の改善を、していきたいと思います。あくまで英語は道具で、ありますので、実際に、使えないと、全く意味がないと思います。ペーパーテストができるだけで良かった時代は、とっくに終わっていますので、日本の教育は、明治からの、教育のカリキュラムをそのまま、使っていますので、基本的にはアメリカに追いつけ追い越せの、そのための、教育のカリキュラムになっていると、思います。自分は、美術の、教員をしていますので、答えを覚えるだけの、授業では、なかったと思いますが、特に主要5教科英語、数学、理科、社会、国語というのは、まだまだ答えを覚えれば、ペーパーテストで点数が取れる、成績が、つくと、いった内容だと思います。ただ答えを覚えるだけというのは、人の真似をするということですので、新しいものを生み出したり、21世紀に活躍していくためには、少し物足らない、内容だと、思います。分かりやすく言えば日本の教育というのは、雇われる側の人間を作る、教育カリキュラムであって、雇う側の人間を、育てる、そういう内容では、ないと、思います。新しい産業を起こして、経済を活性化していく必要が、ありますので、今までの、産業だけでは、日本の経済は、良くはならないと思います。
日本の GDP も1年間500兆円しかありません。しかも20年ぐらい、この数字は、増えていませんので、我々の生活を良くして、将来を安心させていくためには新しい産業を起こして、新しい富を呼び込んでこれるように、していく必要があると思いますが、そのためには新しい産業を起こしていけるような人材育成をしていかないとなかなか難しいと思います。日本の学校の教育というのは雇われる側を育成する、つまり公務員になるような人、言われたことしかできないような人材を育成をしているということだと思います。20世紀の時代は、まだそれでも良かったと思いますけども、日本は、先進国になって、成熟国に、なっていますから、新たな段階に、突入していると思います。学校教育の、内容もその時代に合った、内容に変えていく必要があると思いますが、ただ、いってらっしゃい。日本の場合は中央集権国家でありますから、日本の教育を、決めているのは東大を卒業した文部科学省の、公務員です。ですので、文部科学省の、国家公務員が全てを、決めていますから、地方に、決定権は、ありませんが、ただ条例で変えられる範囲であれば、変えていくことは十分に可能だと思っています。もう少し浜松の学校でも英会話の教育に力を入れて、世界で活躍できるような、グローバル人材、こういったものを目指して、挑戦をしていきたいと思います。日本にとって人材育成というのは、非常に重要な、ウェイトを占めていると、思いますので、個人が活躍する、時代でありますから、そういった、個人個人の、能力を、レベルアップさせていけるような、学校教育にまずは、変えていきたいと思います。雇われる側の人間ではなくて、雇う側の人間を、育成できるような、学校教育を、目指してですね、3年半後の、地方選に挑戦をしていきたいと、思います。これからの、変化の激しい時代で、必要になってくるのは、まずは英語の、語学能力、2つ目は、金融の知識、3つ目は、時代の変化に対応できるような、そういった能力、こういったものが、必要だと思います。子どもたちの未来を明るいものにしていくためには、21世紀に活躍していけるような、スキルを、身につけていけるように、学校教育から、変えていきたいと、思います。特に人口が減っている、日本においては、少しでも、子どもの数が、増やしていけるような、そういった社会の、受け皿というものを、作っていきたいと思いますし、子育てと仕事の両立ができるような、そういった社会に、していく必要もあると、考えています。学校の教員の数は余っていますので、せめて、英語の教育だけでも、レベルアップできるように、挑戦をしていきたいと思います。英語の、世界的な、テストの結果は、日本と北朝鮮の、点数はあまり変わらないと、言われています。日本人の英語教育、非常に大きな、問題があると、思います。韓国やドイツも、英語教育で力を入れて、グローバル人材の育成に、成功をしていますので、日本も、もう少し柔軟に、対応を、することで、英語で活躍できるような、人材育成、こういったものに、挑戦をしていきたいと、思います。学校の教員の数は余っていますし、
学校の教室も空き教室だらけです。私がいた、前坂中学校も、9クラスしか、ありませんでしたので、学校の教員の数、空き部屋非常に、余っている状態であります。もっときめ細かい、学校教育に、することで、子どもたちの個性を生かしていけるような、それと同時に、語学教育にも力を入れて、世界で活躍できるような、人材育成を、目指していきたいと、思っています。世界の共通語は英語になってしまっていますし、スマホやインターネットが、世界中に、普及をしていますが、それを開発したのもアメリカ人であって、基本言語も英語に、なっています。インターネットの情報も、ほとんどが英語による情報でありますので、日本語の情報だけを見ていても、全体の 20% しか、見ることが、できません。英語ができるようになるだけでも、入手できる情報の数や、量も、非常にレベルアップすると思います。人が知らないことを知っているということが、本当の強みになってくると思いますし、情報というものは、今の時代は非常に、大きな、ウェイトを占めていると思います。情報を自分で入手をして、それを活用していくというスキルが、求められていますので、情報にもっと、強い国民性を、作っていきたいと、思います。そして、文部科学省では生きる力を、強調していますが、学習指導要領というのがあって、学校の教員は、それを参考にして、授業をやっています。自分も、美術の、学習指導要領を使いながら、授業を、組み立てていました。ただ、答えを覚えるだけの、教育がベースになった学習指導要領ですので、明治からの、教育のやり方を今も、継続しているというのも、大きな問題だと、思います。日本の教育のいいところは、残しつつも、21世紀に合った内容に変えていく必要があると思いますし、英語教育にももっと力を入れて、世界で活躍できるような、人材を目指していきたいと思います。子どもの未来を作る党として、公務員の数を減らして、子どもの数を、増やしていく、こういったコンセプトで、挑戦をしていきたいと思います。基本的には、税金をなるべく公務員に無駄遣いさせないように、徹底的に、メスを、入れていくことと、教育に力を入れて、英語で活躍できるような、人材育成を、まずは目指していきたいと、思います。日本の公務員は非常に無駄が多く、ありますし、税金の無駄遣いも、莫大な金額が、出ています。大きな問題は山積みしていると、思います。特に、日本の公務員が作った借金が、1100兆円を突破していますから、人口が減っている日本においては、返済することはほぼ不可能だと、思っています。日本人全員の、個人金融資産が、1800兆円ありますから、公務員が作った借金は今は1100兆円を超えていますので、この2つの数字が、近くなってきたときが非常に、危険な状況になってくると思います。自分の資産を守っていく、ことも今後求められてくると思いますし、当然金融の知識も、必要になってくると思いますから、小学校、中学校、高等学校、金融の基礎的な知識だけでもやはり教育を、していくべきだと思います。
日本の教育のいいところは残しつつ、会話教育や金融の教育、こういったものもプラスアルファして、教育を施していくべきだと思います。金融の知識というのはお金儲けに直結をしていますし、日本の場合は非常に税金がありとあらゆるものに税金がかけられていますので、金融の知識があるとないとでは生涯賃金も大きく変わってくると思います。年収だけに頼って生活をしていても余裕のある生活をするというのはなかなか難しいと思います。個人の所得に対しては、所得税は累進課税になっていますから、年収が上がれば税金も上がってきます。ただ、株や FX、こういったものに対する税金というのは、いくら稼いでも 20.3% ぐらいしか、ありません。個人の所得税は最大 55% 取られますので、非常に大きな差があると思います。例えば年収1億円の人と株で1億稼いでいる人、所得税は個人だと5500万くらい取られますけども、株での税金は2000万ちょっとに抑えることができます。金融の知識があるだけで非常に大きな、差が出てきますので、これからは、稼ぐ力も、重要になってくるので、金融の知識も、小学校、中学校、高等学校でも、導入をしていった方がいいと個人的には、思っています。これからの子どもたちが、将来の日本を作っていきますので、彼らが、活躍する時代でも、やっていけるように、21世紀にあった、内容に、教育も変えていきたいと、政治経済も、変えていく必要があると、考えております。日本の、合計特殊出生率も、1.4% で、数値が、あまり増えていません。OECD 加盟国の平均が 1.7% ですから、平均よりも少ない、数値でありますので、完全に今の人口を、維持するということは、難しいと思います。今まで日本が経済発展を、してこれたのは、人口が右肩上がりの、時代だったから、経済的に発展ができたと、世界第2位の経済大国に、なれたと思いますが、今は人口が減って借金だけが増えている時代でありますので、そういったことはもうないと思います。今は、第3位の経済大国でありますけども、ドイツや韓国もどんどん、成長してきていますし、タイや、フィリピンなどの、周辺諸国も、経済発展が、かなり、来ていると思います。我々の生活を良くしていくためには、やはり新しい産業を起こして、世界から人と物とお金、情報、こういったものを呼び込んで、発展を、していくしかないと思います。そのためには、教育から、カリキュラムを改善をして、新しい産業を起こしていけるような人材育成、こういったものを、まずは、取り組んでいきたいと、思います。新しい産業を起こして、世界から人、物、お金、情報、こういった4つを、呼び込んで、反映をしていくということがこれからの、スタンダードだと、思います。日本の場合はやはり、税金に頼りすぎている、ところがありますし、ありとあらゆるものに、税金がかけられています。1000円で、ガソリンを買っても、600円以上が、税金ですし、所得税も累進課税で、最高 55% の、税金が公務員によって、持っていかれてしまいます。非常に、税負担の重い、国であると同時に、公務員の共済年金以外は、ほぼ壊滅状態だと、思います。
こういった格差が本当の大きな問題だと思います。まずは足元の問題からスポットを当てて、まずは皆さんにそういった公務員と民間企業の待遇の違いですよね。こういったものをまずは知ってもらうことで問題意識を持ってもらいたいと思います。将来の子どもたちに公務員が作った借金を押し付けないように今から対応をしていきたいと思います。2015年から政治活動を始めていますので、また3年半後の地方選に向けて挑戦をしていきたいと思います。子どもの未来を作る党として公務員の数を減らして子どもの数を増やしていけるように頑張って挑戦をしていこうと思います。これからも YouTube チャンネルの方に動画を配信していきますので、政治活動と同時に YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。今日は31分、ちょうど、ハーフアンダーはということで、今日はこれで、スピーチは終わりたいと思います。今日も引き続き、8時20分ぐらいまでは、政治活動は続けていきます。今週は、土日に駅前の方でまたスピーチが、街頭演説が、できると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。では終わります。やら、よろ、バーイ。